金沢学院クラブの応援に来ました。やっぱり、まあ、地元の選手が活躍しているところを見たいですね。圧倒的に勝利をしてくれる姿を楽しみにしています。金沢学院クラブ頑張れ。金沢市では2年ぶりの開催となる SJ リーグ公式戦、会場には2000人を超える人が訪れました。3試合のうち2勝を挙げたチームが勝ちの団体戦。強豪ジェイテクトに挑む赤のユニフォーム金沢学院クラブは、第1ダブルス新加入の下野西川ペアが登場します。元日本代表でこの春に金沢学院大学に就職した3番下野が序盤から的確にショットを決めていきます。さらにミスのないこの鉄壁のレシーブ、テクニックで圧倒し、第1ゲームを21対11で取ります。エンドが変わった第2ゲームは、序盤一時6点差をつけられるなど、立ち上がりに苦しみましたが、中盤から主導権を奪い返し、見事な逆転勝利。ゲームカウント2対0のストレート勝ちを収めました。続くシングルスとダブルスを落とし、チームとしては1対2で惜しくも敗れましたが、昨シーズンの王者をあと一歩まで追い詰め、地元ファンを沸かせました。立ち上がり少し緊張したんですけど、みんなの大声援のおかげで、出だしからしっかり点数を重ねて、1セット目取れたので、すごい良かったかなと思います。まず自分たちがしっかり、1勝上げるというのはもちろんのこと、これから、イナブの選手だったり、新郷選手の育成というのも、徐々にやっていければなと思います。